はい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 。別にまだ優勝してないよ。優勝してないけど、ちょっと僕が予想した、開幕前にね、予想した順位と、まあ今、結果どうなったのかとかいうところを見つつ、まあ今日はね、ちょっとゆるーく、阿部巨人に対して、まあこの今年1年ね、どんな感じで思ったのかっていうところを、本当ゆるくね、あんまり重要ないかもしれないけど、ちょっと喋っていきたいなというふうに思ってます。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、ゆるくいきます。ゆるく。なんかね、気持ちがなんか、気持ちが良すぎてですね、今日はもうなんかゆるくでいいかなみたいな感じでね、ちょっと思ってますと。はい。今日あんまりね、巨人ファンの、28歳が、だらだら喋るだけの動画なんで、もしかしたら面白くないと思うんでね。ちょっと、興味ない方はね、もうすぐ画面閉じてください。時間の無駄なんでね。はい。まあ、もし、見たいなという人は見てください。はい。あ、その前にですね、チャンネル登録者数ね、5万人。ちょっと無理かもしれんけど、500人違うよ。うん、ちょっと無理かもしれんけど、ちょっと目指してるんで、とりあえずね、まだの方いらっしゃいましたらね、チャンネル登録よろしくお願いします。一応、元ジャイアンツで、やらせていただいてますと。はい。じゃあちょっとお話していきましょうかね。はい。そもそも僕ね、予想したんですよ。2月1日かな。予想したんですね。で、ちょっと言わせていただくとね、その時の順位をね、順位予想ね。1位阪神、うん、2位巨人、3位ヤクルト、4位中日、5位広島、6位 DeNA。1個も当たってないのよ。本当に。びっくりするね。本当に、人って、まあ、いろいろ予想とかするやん。予想とか、未来どうなるとか、よく言うじゃないですか。全く当たらん。難しい。本当に。未来考えても、ほんまに、なんか意味ないんちゃうかなぐらいね。当たってない。僕の予想はね。本当に。これね、僕、いつも思うんだけど、もうちょっと余談になるんだけど、この予想とかあるじゃないですか。なんかこの6球団。今年どこが1位とか、こう2位がどこどこでとかいう、解説者の予想されるじゃないですか。あれ、当たった人いんの？あれ、僕ちょっと数学頭弱いんで、数学できないんで、わかんないんですけど、これ、6チーム全部当てるって、確率で言ったらなんぼ？ 6 の6乗ってこと？ちょっとわかんないです。すいません。ちょっとアホがバレるんでちょっと言わないですけど、ちょっとね、もしわかる方いたらね、どれぐらいの確率で当たるのかっていうところを、ちょっと、コメント欄でよろしくお願いします。はい。で、まあ、全く合ってないですよと。まあ、巨人、阪神巨人っていう並びだけは、ちょっと可能性あったかなっていうところはあったんですけど、まあ、今現状のね、ところ見ていくと、まあ、巨人、阪神、DeNA、広島、中日、ヤクルトってとこで、まあ、DeNA と、3位の DeNA と4位の広島は、ワンチャンひっくり返す可能性あるかなって思うし、5位と6位の中日とヤクルトは、もう、ワンチャンこれを入れ替える可能性あるかなと思うんですけども、どっちにしろ入れ替わったところで僕全部当たってないですね。うん。僕だって最下位予想が DeNA って言ってるんで、僕、まずそもそも DeNA が A クラスに入るかもしれないっていう状況なんで、まあすごく予想って難しいなっていうふうに思ってますと。はい、まあ今日はまあそんなことはまあいいじゃないですか。緩く行きましょう。緩くね。はい、で、その各球団の対戦成績見たんです。で、巨人なんと、一個も負け越してないんですよ。どのチームに対しても負け越してないんですね。で、一番ちょっと危なかったのが阪神ですよね。12勝12敗、1引き分けっていうところで5割なんですね。うん。それもすごいなと思うんですよね。去年知ってます？皆さん。去年、2023年のシーズン、巨人が阪神にどれぐらいやられたか知ってます？そうなんですよ。今多分画面の向こうでね。言ってたと思うんですけど、なんと6勝18敗、1引き分けっていうところで、借金12作ってるんですね。この阪神だけで12っすよ。やばくない？去年勝ってるイメージないもんだって。うん。で、広島でも、12勝9敗、3引き分けっていうところで、貯金作ってるんですね、広島から。僕すごいと思います。松田でね、勝てないっていうふうに言われてましたけども、そこでね、この間も最後3連勝ありましたし、素晴らしいなと思うんですね。で、去年のね、成績見ていくと、8勝17敗なんですね。借金9。やばない。
だから阪神と広島だけで借金21作ってるんですよ。その時点でやばいじゃないですか。でそれをなんならプラスに持ってこれたっていうね、貯金3今年にできてるんですよ。マイナス12から貯金3っすよ。どんだけ上がってんねんって話。15個上がってるんですよ。えぐいよね。うん。で、DeNA に関しても、まあ、15勝8敗、1引き分けっていうところで、まあ、勝ち越してると。で、ヤクルトに関しても、13勝11敗。ヤクルトに結構ね、意外とね、危なかったんですね。これ、今ね、成績見ても、まあ、最下位じゃないですか。で、最下位やから、まあ、まあ、簡単に言ったら、一番負けてるチームっていうことじゃないですか。ただ、そのチームに、まあ、勝ち越しはしてるものの、13勝11敗なんで、結構危ないんですね。まあ、2貯金作ってるけど、結構危ないですね。はい。で、最後、中日ですけども、中日は15勝9敗、1引き分けっていうところで、まあね、しっかり貯金も作ってるというところですね。まあ、これ見ると、やっぱり去年、なんぼでした？借金 15？ うん。10、もっとか。めっちゃ作ってたじゃないですか、阪神と広島でね。で、そこを貯金に持ってこれたっていうのが多分ね、優勝の要因やと思うんです。で、じゃあその、じゃあなんでそこに勝てたのって話なんですけど、やっぱピッチャー陣だと思うんですよ、僕は結局ね。結局野球でピッチャーやから。うん。で、やっぱあんだけ補強したっていうのがマジででかかったと思うんです。うん。で、まあ、補強もそうだし、中継ぎ陣ね、3連投させへんって言ってたのもそうだし、まあ、最後の方はね、解禁してましたけど、させへんっていうのも、結局、8月、9月にね、こうみんな頑張ってほしい時に、やっぱりこう、序盤にね、3連投とかさせたら、やっぱバテてくるわけですよ。だけども、そこでさせなかったから、しっかり8月、9月ね、なんとか踏ん張ったっていうのがあると思うんで、それを、まあ、先見の明じゃないけども、しっかりね、見据えてやられてたっていう、阿部監督は素晴らしいなと思うんですね。で、まあ、ピッチャーで言ったらもっとありましたよね。大勢とかもね、ふくらはぎ痛めましたとか言って、開幕間に合いませんとかなんかありましたし、で途中でね、右肩痛いですとか言って2ヶ月抜けたと、みたいなね、ありました、正直ね。正直、それでようやったなって思いますよ。バルドナードがね、守護神やったりとか、今ちょっとね、調子悪いけど、そういうところもあるし、みんなでカバーし合えた。まあ、それもね、それもこれも元をたどれば、やっぱりこう、そんだけ補強してるから、まあ、駒がいるというかね、ピッチャーの駒がいることだと思うんで、そこはね、非常にね、当たってるんじゃないかなって思ってるんですね。で、打撃陣に関しても、まあ、その、若手とベテランの融合ですよね。まあ、今まで坂本、丸、に頼ってたところありましたと。ただ、まあ、坂本さんが状態悪くて、まあ、二軍落ちとか軽減しましたよね。で、まあ、新しくね、まあ、いろいろ出てきましたよね。浅野選手もそうですし、まあ、外国人のね、神助っ人二人もいましたと。ただ、やっぱりこう、僕、いつも思うのは、やっぱりこう、誰かが抜けたら、誰かが補填するというかね、こう、なんていうの、カバーするみたいなところって、やっぱり、プロ野球でね、プロ野球じゃなくても結構あるなと思ってて、なんかやっぱり調子乗って上がんなと思うんですよ。まあ、僕はそんな経験ないんだけど、なんかやっぱりね、俺にしかできへん仕事とか、なんか言うじゃないですか。なんか、やっぱり、野球以外のことでもね、俺にしかできないとか言うけど、案外そんなことってなくて、意外と人が、みんなでカバーし合えれば、同じクオリティのものというかね、それ以上にね、出せることだって、あるんだから、だからやっぱり、調子乗ったらあかんな、とはね、なんとなく思うんですね。うん。うん、どこからその、インスパイア得てんねんって話ですけども、うん。なんかそんな感じはするんですよ。うん。だから、プロ野球ね、ジャイアンツね、坂本さんがまあ怪我したりとか、まあ中不調だったりとか、まあいろいろありますけども、まあ、怪我はないか。うん、ありましたけども、でも結局、まあそれも、ね、若手のチャンスになったりとか、今最近だったら中山選手がね、まあ出てきたりとか、まあいろいろしてる浅野選手も、まあ、浅野選手もそら、あれヘルナンデスがね、骨折したから出てきたわけじゃないですか、正直。あれがなかったらもしかしたら出てこなかったかもしれないでしょ？ってなってくると、まあその、なんか、何もかもなんか必然なのかなとかも思うし、なんかすいません、なんかちょっと宗教的なことね、言ってしまって申し訳ないんですけど、なんか本当に、運とか、巡り合わせとか、なんかその場の、なんか流れとか、いろいろありますけど、そういうことって、まあ野球においても非常に、あるんだなっていうふうにね、常々ね、このシーズンね、毎日試合見てましたけども、面白いなと思いながらね、いつも見てました。はい。で、まあ、今日ですね、これ、まあ、前日のね、27日に、収録をしてる。もう僕はいつもね、前日に撮ってるんですけど、
まあこれは28日の6時かな、18時にアップロードする予定なんですけど、まあ菅野さんですよね、今日ね。うん。で、今14勝でしたっけ、確かね。で、開幕前に15勝したい、15勝するっていう風に確か公言されたと思うんですね。で、正直ね、その公言を聞いたとき僕、15勝いけるかって正直思ったんですね。というのも、ここ数年ね、なかなかこう、本人のね、納得いくシーズンが遅れてないっていうのがあったんで、ちょっとね、やっぱりカムバックは厳しいかなって僕正直思ってたんですよ。まあただ、自主トレからね、すごくこう、状態がいいというふうにはね、聞いてたんで、まあメディアを通して聞いてたんで、その可能性もあるかなと思ったけど、まあ良くてもまあ10勝ぐらいだろう、10勝、11勝ぐらいでしょって思ってたんですね。ただそれがね、まあそのローテのね、カードの頭を投げてるわけではないですけど、そこでしっかりね、まあ勝ちを拾っていけたっていうところで、今ね、最多勝なんかな、最多勝か、うん、っていうのを、もしかしたらワンチャン優勝したら MVP の可能性だってあるぐらいのね、活躍をしてくれたっていうところで、まあ本日ね、まあ広島戦、まあ昨日東京ドームで試合をして、まあ新幹線だと思うんですけど、新幹線で広島移動して非常にね厳しい、体的にもまあきついなっていうところはあると思うんですけど。まあ実際、まあ優勝を決める可能性もありますし、まあ僕こんな動画出してますけども、まあ優勝決まらない可能性もありますけども、まあ、まあまあ確率的に見たらほとんどもうほぼジャイアンツが優勝するだろうっていう感じなので、そういったところで、まあ本拠地の、ね、東京ドームで、まあ胴上げを見たかったなっていうところはありましたけども、まあ明日ね、菅野さんが今年ね、引っ張ってくれた菅野さんが、投げるというところで、まあ松田でのね、まあ胴上げなんかも、まあちょっと、まあ本来は東京ドームの方がいいかもしれないですけども、まあいいのかなっていうふうに思ってるんで、今日の試合もね、ぜひね、僕の試合解説の方も見ていただいてね、優勝できたらですね、大いにね、テンション上げて、なんて言うんだろう、喜びたいなと思うので、一緒にね、勝利を分かち合いたいなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、今日もね、今日めっちゃ緩かったでしょ。めっちゃ緩かったでしょ。本当に僕が友達に喋ってるようなね、テンションで、お話しさせていただいたんですけど、まあね、正直、まあネタもね、結構ね、詰まってきてるっていう、まあコメント欄でね、指摘もありましたけども、まあ結構ね、ネタもね、結構考えるの難しいっていうところがあるんですよ、意外とね。だから、まあちょっとすいません、こんな雑談みたいな感じになりましたけども、まあね、チャンネル登録者数5万人ね、目指してますんで、ぜひね、高評価であったりとか、チャンネル登録ポチであったりとか、通知なんかオンにできるらしいので、通知もね、押していただけると非常に嬉しく思いますんで、ぜひね、これからも小山翔平ベースボールチャンネルをよろしくお願いします。はい、そんな感じで、今日は緩い感じでしたけども、終わっとこうかなと思います。はい、いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっていきます。じゃあね、バイバイ。